日本にいらっしゃった、目的と言いますか。예일단한국에서새롭게오랜만에했던드라마스타일드라마를마치고이제이번에그싱글과10집싱글과또좀있으면11월4일날그6집앨범이발매가돼요그래서프로모션차원에서왔고요이제콘서트리허설준비로이제바빠질것같아요はい、韓国で新しいドラマスタイルという作品を撮り終えまして、はい、日本で今度10枚目の新しいシングルが出ましたし、また11月の4日には6枚目のアルバムも出ますので、それらのプロモーションということで今回来ています。またコンサートも始まりますので、そのリハーサル準備ということで、また忙しくなると思います。なるほど、本当に大忙しい。はい、忙しい。ね、忙しい中に本当にお越しくださってありがとうございます。失礼しました。今日本当に素敵なスタイルでお越しいただいて、白いシャツと黒いベストがとても素敵な。ああ、今日はもうスケジュールがたくさんありますね。インタビューとか雑誌とか新聞とかもうたくさん仕事がありまして、촬영하다와가지고。今日撮影を終えてそのまま来ましたので。そうだったんですね。素敵な俳優さんです。ジョンさんですが。ちなみにこの番組ではですね、毎週お夜食、夜に食べるご飯をですね、毎週お届けしてるんですけども、シモンさんのおすすめのお夜食はありますか？저는사실이제몸관리도해야되니까야식은주로잘안먹는편인데가끔정말배고플때이제특히팬들이이제제가좋아해서주는것중에이나리씨씨 이나리씨씨유부초밥되게좋아하거든요그래서팬들이많이선물해주면밤에가끔방에서혼자이나리씨씨먹을때가많아요そうですね、私自身は実際はちょっと体作りも考えなくてはいけないので、あまり夜食を取らないようにはしているんですけれども、ファンの皆さんが私が好きだということをよくご存知で差し入れをしてくださるので、はい、いなり寿司を夜中ちょっとお腹が空いたなっていう時は部屋で一人で食べたりします。그거나아니면은고구마말린거이이뭐죠이모で干し芋なんですけれども、はい、それも差し入れていただいたりして食べたりすることもあります。なるほど、本当にファンの皆さんに愛されていらっしゃるんですね。はい、そんなシモンさんがですね、発売されたニューシングルが、새로운シングルを담았죠。예벌써일본에서10번째싱글이고요매무라는그러니까여심여몽여몽이라고도해석할수있는데이메모라는말이일본에도없다고들었어요그래서처음에이타이틀곡의제목을정하는데있어서되게고민을많이했어요이게일본사람들도없는일본말인데괜찮겠느냐근데이제뜻이좋으니까한번하자해가지고이제메모라는노래가됐는데굉장히빠른템포의신나는노래고요가사도굉장히좀로맨틱하기도하고이게지금굉장히오랜만에또약간업템포곡으로예타이틀을하게됐습니다はい、日本で10枚目のシングルとなるんですけれども、メム、女の夢と書きます。で、また意味的に考えると女心というふうにも取れるんですけれども、もともとそのメムという言葉は日本語に本来ある言葉ではないというふうに聞きましたので、はい、最初これをタイトルにしていいものかとちょっと私自身は悩んだりして、もともとない単語で大丈夫ですかって周りの人に聞いたりもしていたんですけれども、意味がとってもいいかなというふうに思いましたので、メムと付けました。曲調は速いテンポでとてもノリのいい曲で、また歌詞を見るととてもロマンチックだったりするんですね。で、シングルのタイトル曲としては久々にまたアップテンポのものにしてみました。じゃあ早速リスナーの皆さんにも曲を聴いていただきますかね。じゃあショーさんから曲紹介をお願いします。じゃあそれでは聴いてください。ユシオンのメムです。キラリキラリ奇跡が
送りしましたのは劉秀王さんでメムでした。どうでしたか？とても素敵な曲で、あのなんかノリ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 、はいはい、で明るい感じがすごくいいなと思って、うん、굉장히신나는노래예요。コンサート같은데가면아주팬들이랑같이이렇게함께할수있는、はい、네、노래였던것같아요。そうですね、とてもノリのいい曲なので、うん、コンサートなので一緒に歌うとファンの皆さんも一緒に楽しんでいただける、そういう曲じゃないかなと思います。あの歌詞の中にもキラリキラリとか、うん、明るい単語がとても多くて、はい、